はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日は新大久保1万円食べ歩き企画を撮影しようと思いまして、ただいま車で向かっている最中でございます。今回はね、気になるメニュー食べ尽くして、1万円企画達成しようと思っております。はい、ということで今ね、新大久保着いたんですけど、一人で撮ってるのめっちゃ恥ずかしいよ。 YouTuber さんですげえな。とりあえず、1万円を使い切るか、僕の心が先に折れるかわからないですけど、早速ね、食べていきたいと思います。まず1軒目ね、ジョンの屋台村さん、多分これ有名だと思うんですけど、ホットクとかそのあたり買っていきたいと思います。よいしょ。1品目のチーズ明太でございます。うまっ。はい、ってことで今ね、一旦車に戻ってきて、このホットクと、これなんだっけ、蜂蜜のやつわからないけど今のお店で合計で1200円ですね、使ってまいりました。これ食べていこう。これまずね、チーズホットクですね。こぼれんな、これ車もやだな。じゃあちょっとこれいただきます。うん、あ、これ何本でも食えるわ。うん、うまい。うまいけど、これ1本500円しないんですよ。1万円でこれ20本以上食わなきゃいけないでしょ。絶対無理じゃん。はい、続いてこちら、はちみつチーズの方でございます。あ、あっこ、うまっ。うまいわこれ。熱っ。うん、あ、うまい。蜂蜜の甘みとチーズのしょっぱみがちょうどいい。あっかかだな。うん。はい、ってことで今ね、1200円分食べ終わりました。この後ね、また買いに行かなきゃいけないんだけど、おじさんマジで恥ずかしい。もう出たくない。恥ずかしいけどね、もう一回突撃してきます。はい、ということで今ね、2軒目見つけまして、商品購入いたしました。2軒目の方がハッピーチキンさんというお店でして、なんかね、めっちゃ有名っぽいんだよね。いろんな YouTuber さんとかも来てるみたいで、店頭でもね、結構 VTR とか写真が貼ってあって、お店の前に来たらね、若者の方がいっぱい並んでて、めっちゃ恥ずかしい。で、今回はベーコンエッグとタッカルベーグ、こちらの2種類を購入しましたので、商品ができるまで待ちたいと思います。はい、ということで先ほどのメニューいただきました。でも人が多くてね、無理だわ。ちょっとこれ、人気のない路地の方でゆっくり食べます。あ、うまっ。これめっちゃうまい。うん、これちょっとパンが甘めなのかな、甘じょっぱな感じでうまいな。うん、うん、この2品目のタッカルビの方を食べましょう。あ、うまっ。これうまっ。これ見えるかな、これタッカルビがね、辛めの味付けになってて、パンの甘さと辛さ、しょっぱさ、ちょうどいい。これめっちゃうまい。うん、うまっ。
ちなみに今会計は2200円でございます。それにしても平日だけど人多いね。やっぱ人気だね、新大久保は。今3店舗目でチーズボール買っちゃいましたとりあえずチーズボール10個、ここよりちょっとお店が有名かどうかとかはあんま分かんないんですけど、美味しそうなんで買っちゃいました。はい、ってことで今ね、このチーズボール買ってまいりました。今回はね、10個入りで1000円だったかな。やっべ、うまそう。中身はこんな感じでございます。マジでこれうまそうなんだけど。で、味付けの方はお店の方におすすめでお任せしちゃったんで、何味かよく分かってないんですけど、食べていこうと思います。いただきます。あ、うん、チーズ伸びなかったね。でもうまっ。あ、これうまい。ガーリックバターかな。ちょっと甘めの味付けにニンニクが効いてて、これうまい。うまっ。でもこれ仮にガーリックバターで1万円以下かやろうとしたら、1つあたり100円ぐらいだから、もう100個、いや無理だねうん、でも今3店舗を食べ歩きましたけど、基本的に食べ歩きできるような商品って全部リーズナブルですね。一商品だいたいワンコインで収まるぐらいになってるんで、1万円企画も結構だね。うん、こちらが最後の10個目、チーズボールでございます。うん、はい、今ね、チーズボール食べ終わった。で、外出てきたんですけど、おじさんのメンタルはね、もう限界ですわ。なので、ちょっと次、デザートを買って、これね、最後にしたいと思う。最後のデザートはね、もうずっと食べたいなと思って決めていたものがありますんで、このままね、お店の方へ向かって、デザートを買って帰りたいと思います。はい、ということで、ただいまね、デザート買ってきて、また車の中にエスケープでございますで、最後ね、デザートとして買ってきたのはこちらでございます。こちらのトゥンカロンちゃんです。ずっとこれね、食べてはみたかったんですけど、なかなかね、こっちの方まで出てくることがないので、今まで食べれなかったんですよ。なので今日はね、これデザートで最後食べたいと思います。まずこちら見えるかな、人参ケーキでございますよ。うん、うまっ。これこんなうまいんだ。僕もともとマカロンってそんな得意な方じゃなかったんですけど、これうめえわ。これ次、これなんだかよくわかんないけどこれクリームチーズか、濃厚。続いてこちらのオレオと、これ、なんだっけ、ピュアホワイト、なんかバニラみたいな。マシュマロが入ってるね。うん、うまいけど、甘いな。あ、すごい。喉がマシュマロだ。続いて、こちらの、アールグレイト。香りすごい。めちゃくちゃアールグレイだ。で、これがね、最後なんですけども、ピスタチオでございます。優勝、これこれ優勝、うまっ。ピスタチオの中にラズベリーソースが入ってて、この酸味がねめっちゃうまいわ。はい、ってことで今ね、トゥンカロン、6つ食べ終わりまして、今回使った金額の合計が5600円と。ということで今回の検証結果は、おじさんがカメラを持ち歩きながら新大久保を食べ歩きすると5600円が心の限界という結果になりましたまあただね、あのメンタルはね、正直このカメラ持ちながらだいぶ削られましたけど、食べたものはね全て美味しかった。しかもほっとくとか、あの貼っとくとか、食べ歩きできる食べ物ってね結構リーズナブルで美味しいものが多いので、やっぱり若い方がねこんだけ集まる理由が僕もわかりました。
正直ね、見て回った感じ、もっとね、これからも行ってみたいなっていう素敵なお店がいっぱいありましたんで、ぜひね、見てる皆様も、新大久保の方に遊びに来て、この韓国グルメね、楽しんでみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。